die hat eine Aufgabe. Moment, Moment erstmal, Moment. Ich muss jetzt gucken, was Quest ist. Fallen mir das in Gegenstände. Schalentier, klaue lebloses Armstück. Feine Arme. Halt. Menü. Reden. Komm. Ah, siehst du, wunderbar. よ、アスナ、お待たせ。悪いな、付き合ってもらっちゃって。大丈夫だよ。期間限定クエストをどうしてもやりたいっていう君のためだもん。その代わり、私がやりたいクエストがあったら手伝ってもらうね。必ず付き合うよ。まか、さてと。クエスト期間終了まであと1時間くらいか。十分間に合うな。どうした？あのね、お客さんが来ているんだけど。お客さん？こんにちは。よう、プレミアか。ここにいたら訪ねてきたの。何も言わないんだけど、君のことを探していたんだと思う。俺を？ひょっとするとプレミアちゃん、自分のクエストをやってもらいたいのかも。けどそっちを手伝ったら、君が行きたかった期間限定クエストは完全に間に合わなくなっちゃうよね。期間限定クエストの報酬ってベータテスターだけがもらえるレアな装備アイテムなんだよな。アスナ、急な話で悪いんだけど。分かってるよ。期間限定クエストじゃなくてプレミアのクエストをやりたいでしょ。まあそうかな。ねえ、聞いていい？なんでプレミアちゃんのクエストを選んだの？それはせっかくこうして訪ねてきてくれたわけだし。君ってやっぱり変わってるね。そんなところが私は好きなんだけど。アスナ、もちろんオッケーだよ。一緒にクエストを手伝ってあげよう。プレミアちゃん、お待たせ。今日は私たち3人でお出かけしましょう。はい、わかりました。それじゃあよろしくね。ありがとう、アスナ。私だってプレミアちゃんを放っておきたくないもの。さあ行きましょうか。じゃあ、君の行きたい場所へ案内するよ。はい、お願いします。ねえ、プレミアちゃんって今まで何回くらいこのクエストをやったんだろうね。プレミアの話題性とベータテスターの参加人数から考えて、だいたい100回くらいじゃないか。正式サービスになったら桁が3つくらい変わるぞ。大変だね、あんなに体が細いのに。まあ実際 VR では肉体疲労はないんだけど、そもそも NPC に疲労のステータスがあるのかも謎だし。プレイヤーの場合、精神的な疲れはあるよね。あとお腹空いたりとか。プレミアちゃんってお腹すくのかな。腹がすくか。何？こっちをじーっと見て。いや、そういえば何も食べずに来たから俺の腹がすいちゃったなって。それにアスナと出かけるとつい弁当を期待しちゃうし。何よそれ、私のせいでお腹がすいたみたいじゃない。言いつつもちゃんとお弁当を持ってきていたりして。おお、ナイスアスナ。それじゃクエストを終わらせる前にお弁当の時間にしよっかね。えプレミアちゃん、
お弁当を食べようと思うんだけど、どうかな？お腹空いてる？お腹ですか？空いています。それもかなり。え？本当に？空腹のステータスはあるのか？よくわかりませんが、美味しいものを食べたいという欲望だけは理解しています。そうか。まあ主張があるのはいいことだよ。うん。でも考えてみれば、プレミアが自分で金を払って食事ができるとも思えないしな。確かに。ならみんなでお弁当を食べよう。どこかの誰かさんが大食いだからいっぱいあるんだ。俺しかいないよな、この状況だと。みんなとは私も入っているのでしょうか？うん、もちろん。一緒に食べようね。それではいただきます。うん、うまい。本当？このゲームに来てから料理スキルを上げ直し中だから、スタンダードなサンドイッチしかないけど。いやいや、ここがバーチャ。もう食べながら喋らないの。でも気に入ってもらえてよかった。プレミアちゃんはどう？お口に合うかな？おいしいです。あ、ほら真似しちゃったじゃない。俺？プレミアちゃん、お口に物が入っているときは喋っちゃダメよ。特に女の子なんだから。おいしいです。よかった。どんどん食べていいからね。はい、どんどん食べます。私の欲望が満たされていきます。喜んでくれてるみたいだからよかったのかしら。プレミアにとっては初めての食事だったのかもな。それにしてもご飯はうまいし、空はスカッと晴れてて最高だな。今度ユイちゃんを連れてピクニックしようか。いいな、賛成だよ。ユイは俺に似てピクニックが大好きだからな。ピクニック？あ、もしかしてピクニック知らない？こうやって天気のいい日に外に出て、草原なんかでお弁当を食べたりするんだよ。それがピクニック？今度みんなでちゃんとしたピクニックをしようよ。もちろんプレミアちゃんも一緒にね。はい、私も一緒です。ごちそうさま。私も食事を終了しました。とてもふわふわでした。お腹もふわふわになりました。お粗末様でした。なあ、二人とも、ついでだからちょっと寄り道でもしていかないか？寄り道？プレミアもたまにはいつもと違う道を歩いてみたいかなって思ってさ。他の人と出かけるときはそんなことはしなかったか？はい、皆さんは真っ先に目的地を目指していましたので。だったらこれがプレミアにとって初体験ってことになるな。寄り道っていうのはいろんな発見があって面白いんだぜ。絶好の昼寝の場所を見つけたり、思いがけないレアアイテムを見つけたりするからでしょ。そうそう。って何か毒を含んでないか？わかりました、寄り道しましょう。
よし、決まり。あちこち見て回ろう。して光っています。それは綺麗って言うんだよ。なるほど、太陽の光が水面に反射して光っています。気に入ってくれたみたいだね。あ、こっちに来て。綺麗なお花がたくさん咲いてるよ。二人とも楽しそうだな。よかった。なあ、もうちょっと進んでみようか。オッケー、行こう、プレミアちゃん。どうしたの？何か面白いものでもあった？ああ、洞窟の入り口を見ているのか。へえ、あんなところに洞窟があったんだ。でもここはそんなに見どころのない洞窟でな。アイテムはすでに取り尽くされてる。もう探索済みなんだね。さすがというか、なんというか。しかしここに目をつけるとはなかなか悪くないぞ、プレミア。まったく、なんで嬉しそうかな。変なとこにないといいんだけど。変って失礼なこと言うなよ。これはプレミアの社会科見学なんだから。はいはい、よし、それじゃああの洞窟を探索だ。二人ともここを滑るから気をつけてな。わかります。プレミアちゃん大丈夫？もろにケツじゃなくて尻から落ちたな。ほら捕まって。足が滑りました。気をつけて歩かないと。洞窟ってこうして湿ったところも多いから。気をつけます。ほら、こっちの方は平らで湿ってないよ。なるほど、こっちなら安全です。でも本当、この洞窟って何にもない。なんで転んだの？そのあたりは転ぶ要素ゼロだろ。足を滑らせる罠があったようです。まあそういうことにしておこう。もう転ばないように気をつけてな。といっても、そこを曲がったら行き止まりで、光だけっていう食材アイテムがあるだけだけど。じゃあこの洞窟の探索はここでゴールだね。って、あれ、まだ先に続いているみたいだけど。あ、そんなはず。本当だ、道ができてる。場所を間違えてるとかじゃなくて？いや、間違えてないよ。さっきの滑る足場だってしっかり覚えてる。なんでマップが変わっているんだ？ねえ見て、壁がスライドしてこの通路が見えるようになったみたい。何かしらの条件が満たされて隠し通路が開いたとか、そういうこと？何かの条件って、もしかしてプレミアがこけた時に何かスイッチを押したとか。もうあんまりいじめないの。いや、割と本気だったんだけど、それは考えすぎだったか。先に進めばわかるかもしれない。行ってみよう。
ここで行き止まりだな。あそこ見て、石祀られているように見えるな。なんだろう、イベントが起きそうな雰囲気だけど。見て、石が光ってる。これはプレミアちゃんに反応しているの？わからない。石を渡してみよう。これが本当のプレミアのクエストなんだ。こんな何もない洞窟にプレミアちゃんのクエストがあったなんて。目的なく歩き回ってこの洞窟にヒントなく入るなんて誰もたどり着けたもんじゃないぞ。そうだね、君の優しさがあったから見つけられたんだよ。そんなことないよ。アスナもプレミアのクエストをやることにオッケーしてくれたからさ。ううん、君のおかげだよ。いや、アスナさ。ううん、キリト君。アスナ。キリト君。すみません、お忙しいですか？ごめん。何かな。これ私が預かっていいのでしょうか？なあ、多分君にゆかりのあるものだから持ってていいと思うよ。わかりました、持ってます。やっぱりクエストのキーアイテムっぽいね。ねえ、このクエストって今の石を取って終わりじゃないよね？そうだな、これで終わりじゃなく、むしろこれから始まるんだ。プレミアの本当のクエスト？ああ、状況からして間違いないだろうな。洞窟の隠し部屋と光る石ね。今までのイチコロをもらうものとは全然違う内容ですね。この情報って他では聞いたことないわよね。でもそうなると今までのクエストって何だったんだろう？それはユイが調べてくれたよ。プレミアさんに発生していたクエストはダミークエストです。ダミークエスト？クエストが発生する NPC はクエストデータに参照するための番号を所持しています。ですがプレミアさんは設定が全て初期状態、ヌルで埋められていました。ヌルは数値として置き換えられるとゼロとして扱われます。そのためずっとゼロ番のクエストを呼び続けていたんです。そのゼロ番のクエストっていうのが1コロをもらうというクエストだった。あのクエストの内容から制作者が仮で作成したクエストだろうと推測されます。ゲームを作るときって細部を詰める前にひとまず仮データを入れておくことがよくあるんだよ。それでダミークエストですか。なるほど。ですがプレミアさんが本来のクエストポイントに行ったことで参照番号が上書きされたんです。
簡単に言うと、脱線していたクエストが本筋に戻ったということですね。すっごい偶然だよね。何のヒントもないのに本来のクエストの場所を見つけるなんて。腹ペコの人がお弁当を食べたいって言い出したことでクエスト発見につながったっていうのがあれだけど。まあ結果オーライ。それでプレミアちゃんの本当のクエストってどんなものなの？それはまだどんなものかよく分かっていなくて。あくまで正常に動いたのはクエストだけで、プレミアは今まで通りだからさ。今のところ手がかりは光る石だけなの。そうなると次のクエストを探し出すのが大変そうだね。問題ねえって。ヒントがやたら出まくるゲームより楽しめるじゃねえか。光る石か。まずはそれに関連してそうな言い伝えなんかを調べてみるのが鉄板だな。よし、その本当のクエってのをクリアしてあげようぜ。賛成。もしかしたらプレミアちゃんがどこの誰なのかわかるかもしれないよね。キャラ的に酒場の看板娘って線はなさそうね。意外と優秀な女性衛兵長とか。このアイングラウンドのお姫様だったり。こうやって予想を立てながら話を進めていくのって楽しいわよね。進めよ、プレミアちゃんのクエストを。あ、攻略開始だ。Okay, das machen wir dann das nächste Mal. Boah, ich komme wirklich nicht viel dazu zu spielen. Aber die Story ist ja das Wichtigste, ne? Ich bin gespannt, ob was passiert, wenn ich rausgehe. Bitte lass nichts passieren. Bitte. Bitte nicht. Ich muss noch Share-Taste drücken. Es ist nichts passiert. Halleluja. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja, was genau passiert im nächsten Teil, da kommt jetzt eine 20-Minuten-Folge, die nicht ganz so gut ausgeht, weil mir da etwas Komisches passiert. Also, wie gesagt, bis zum nächsten Mal, haut rein, ich hoffe, es hat euch gefallen.